門限脱出したことがバレて、じゃあ試合で結果を決めようっつって、はい、で俺頑張っちゃったっていうのでこの話を完全試合しちゃうんですか。今日はですね、なんと素晴らしいゲストをお呼びしました。その方はこの方です。松村邦洋です。同じ誕生日です。今日はたっぷりと語りたいと思いますね。よろしくお願いします。試合っていうのはやっぱり何ですか、前の日になんか津田恒美さんのそうなのなんかこうドキュメントを NHK のもう一度投げたかったっていう見たんですよ。あれちょうどねおっしゃってたんですね。たまたまあの横浜で投げたんですよ。はい、めっちゃくちゃ調子よくて、すごい良かったんですけど雨で中止になっちゃったんですよ。2回か3回投げて、俺今日すっげえ状態いいのになと思ってそのまま家帰って NHK で津田さんのやつ見たんですよ。はい、したらそのドキュメントがまあ大変な思いをしてあれ弱気は最大の敵、そうですね、字に書いてそれ見て、まあ、確かにそうだなと。で俺らってこんな野球やらせてもらってて、うん、一緒に戦ってた人が亡くなって、で自分はもうね、こんな野球ができるなんていう楽し嬉しさをやっぱりこうもっと感じて投げなきゃなと思って俺福岡に向かったんですけど、はい、まあその思いを持ち続けてればよかったんですけど、でも福岡来たらちょっと飲みたいなって思って飲みに行っちゃってで門限脱出したことがバレて、そこで結局その門限の門限、あ、そんなのもあったんですか。あったんですよ。でその後すごい感動的で津田さんのドキュメント見て完全試合したという記憶しかないんですよ僕は。そう、そしたらその門限を、はい、あのうちのマネージャーとどうするかって揉めて、はい、最後じゃあ試合で結果を決めようっつって、はい、で俺頑張っちゃったっていうのでこの話を完全試合しちゃうんですか。この話を意外に評判が悪くて聞きたくなかったっていうことです。今聞きたくなかったですね。音源破りの下りのそういう補足説明したかったですね。だから、まあ、津田さんのやつも、まあ、ちょっとしたあの新聞の記事になりましたけど、やっぱりそういう思いでね、だって一緒、俺ドラフト一緒じゃないか。一緒ですよ、同じ同期。いやだからもうそうだもんね、あの辺の、うん、あの松は山口か、はい、だから広島とかあの辺の南洋工業だっけ、南洋工業から、ね、今日は発行行って、うん、津田さんちと僕らもう、ね、小学校5年の時もう神様のように思ってたので、それがねパンチョ伊藤さんが広島東洋1位津田恒美、今日は発行21歳、うん、牧原博美大武高校、牧原博美大武高校、金村義明報徳学園、右田和彦抽選、そうなの、太陽ホエールズ、あ、阪神誰取るんだ、阪神1位源五郎丸博士、左行こう源五郎丸博士、そうそうそうです、源五郎丸ってなんか池にいそうな名前だな誰だと、左行こう誰だっていうのはありましたね。はい、でそうだな、俺もだからドラフトってあの当時誰がどこに行くかも全く決まってないですからね。で9時だったの、最後9時になるんですかね。はい、じゃあ右田さんは阪神行って、阪神で右田さんは太陽に行ったんですよ。太陽に行ったんですけど、だからこう阪神とトレンズやったんだ。はい、で駒田さんの満塁ホームランの時は右田さんだったね。そうですね確かに、はい、右田さんデビュー戦で、駒田さんのデビュー戦で右田さん打ったわ。津田さん新人王争いした時、津田さん一言、自分がホームラン打った時に、うん、津田さんホームランも打ちましたけど、ホームランも新人王に関係あるんじゃないですかね、右田さん打ってませんよねっもうアピールしたんだ。アピールしたホームラン打ったのもヤクルトどうですか、今日飲んできました結構割とそういうことをおっしゃる、ちゃめっ気のある人だったんですよね。そうなんですよね。でもまあ巨人戦になると、はい、もうすっごい目の色変わんのよ。あの原さんなんかもうその人の津田さんの球を打つためにうわーって言ったらこう折れちゃったっつうんだよ。右甲骨をね骨折しちゃったんですよ。だからまあそのバットスイングでなんとか打ち返そうと思ってガーッと振ったんだね。
骨折したんですよね、うん、まあ骨折させるぐらい初球がすごかったっていう逸話になるぐらいのその人だったんです。もうそういう人が亡くなるっていうねのを見て、まあでも NHK ってあの当時すごく、多分今のアーカイブにも多分 NHK のアーカイブにもあると思うんですけど、うん、そうですね、すごいいいね、本当僕もいいドラマだったんですよ。 あれ奥様がね、照代さんっていう奥様で、最後は息子さんの大輝くんとキャッチボールして終わるところで、ね、そうそうそう、え、見たの？じゃあ僕は見てる。もちろん見ました。見た。もうあの NHK の大子さんっていう人がね、作られたっていうか、なんかこう本を書かれてたのを読んで、それでそのドキュメントを見て、あの大輝くんがこう投げてキャッチボールして奥さんがこう笑ってる。大輝くんは後に小葉監督頼って東京国際大学で野球やってたんですけど、はい、ね、まあそう、小葉さんのところでやって、ね、その後あれですね、結婚式場でちょっと働いて、そうですね、その後福岡じゃねえ、あっち広島の方、広島から帰られたんで、はい、やられてですよね、聞いたことあるんですね。それを見てやっぱこう槙原さん燃えて完全全試合を、まあまあそうですね、まあ僕もだそういう頑張れる時は頑張れたんで、やっぱりその時は感動しましたね。だから俺もやっぱりいい加減のことやっちゃいけないなと思いましたよ、うん、そうね、全試が槙原さんの完全試合だったですね。そうそう、まあだからあの時ってやっぱり野球がもう完全にこう新聞でパッと飾る時代だったじゃない、うん、本当ですね、うん、いい時代だったけどね、うん、槙原さん完全試合、槙原さん完全試合、槙原さん完全試合って、すぐ全身にね、槙原さんの完全試合に一茂さんが映ってましたね。そうなの。全身一茂さんでしたね。うん、もうあの村田とこうしようかなと思ってるところで、一茂がパッと目離したんですよ。それでもうしょうがないなと思って感じで。だから全身一茂さんが出たんですよね。いや、カズはね、もうだからカズはでも意外に完全試合やってたこと知らなかったんじゃないかなっていう逸話がある。まあでも本当によく聞かれましたよ、サードは一茂さんで一番怖くなかったですかってよく聞かれましたよ、ありましたね。まあでもあれですけどね、槙原さんの年代っていうのはもう僕らもよく相手としてよく見てましたけど、やっぱり高校でのピッチャーが育つっていうのは、まあ、桑田さんもそうですし、市立川口の斎藤さんも入り、うん、まあ、牧原さんも入り、水野が入って、まあ、水野さんも来ましたけど、あれ藤田武藤地監督っていうのはやっぱこうピッチャー育てるのがやっぱりこう上手いんですか。あ、いや、そうですね、今思うと、やっぱりあのちょうど江川さん、西本さん、まあ、貞子さん、坂本さんとか、ね、そのちょっと黄金期があったんですよ。で、まあ、あの時僕のドラフトを皮切り、僕の前が原さんだったんで、はい、これ大学でまで取ってたんですけど、だから今度はもうピッチャーで、で僕の後に斎藤というピッチャーを取って、で3年目が誰だ、これ1個下、もう1個誰だ、槙原さん、あ、いや、水野だ、あ、水野さん、そうだから結局そうやって取っていって、もうちょっとまだチーム作りとして余裕があるから、うん、投手を中心で取っていくっていう、はい、ビジョンがしっかりしましたね、そういう意味では。で、まあそこで2軍で期待させてやるって言ったんだけど、まあ運よく僕なんか2年目くらいから出て、で今度逆にこういう2年目ぐらいに出る選手がいると臆することなく、やっぱり1軍って違うよねって思わないで、同世代がいっぱい出たんです。駒田さんとか吉村とか村田中にしても、はい、みんな同じような寮で一緒にやってるような連中が1軍の試合出るから、やっぱ気負けしないんですよ、同級のピッチャーもそうですよ。だからそういう世代を集めてそこの中で戦わしたんですよ。だからやっぱり伸びたんでしょうね。だからピッチャーなんかもう完投するのは当たり前っていう育て方を僕らされてるんで、だからやっぱ気持ち強くなりますよね。でやっぱ負けたくないし、他の同じような、で極みはだって桑田だって4つぐらい下で入ってくるんだけど、やっぱりまあ明らかにこうすごい身体能力も含めて、はい、小柄なんだけど、やっぱり考え方とかいろんなものも含めて、ああこいつはやっぱり甲子園で優勝するピッチャー違うなっていうのは感じたから、はい、でも彼なんかも2年目が出てくる、出てきましたね。やっぱりそれは斎藤だって水野だって俺だって年上だからやっぱり刺激を受けるわけですよ。だからやっぱりそういうこうチーム内での同じ世代の争いが
チームを強くしていったんじゃないかなと思うんですよね、あの時ね。